船舶による海賊放送の例。マスト部に放送電波の送信アンテナを構築している。海賊放送とは、正式な放送免許を持たず放送を行うものである。この場合の海賊の意味は、海賊版と同義の正規の流通ルートを経ない、法律を無視するものと考えてよいが、船に送信機とアンテナを積んで出航し、どこの政府の規制も受けない。 公開上から放送を行うという文字通りの形式が海賊放送と呼ばれた歴史上最初の事例であり、また多く見られる。取締りを行う側の当局は海賊放送局の放送に対しジャミングを行うことがある。なお、正規免許を受けた無線局がすでに存在する帯域により強い電波で強引に割り込む行為については電波ジャックを参照されたい。 公会上からの海賊放送について、海洋法に関する国際連合条約は、すべての国は、公会からの許可を得ていない、放送の防止に協力すると定めており、帰国以外の国も、海上警察権を行使できる。船舶の帰国、施設の登録国、従事している者が国民である国、放送を受信することができる国、許可を得ている、無線通信が妨害される国は、 従事している者を逮捕し、船舶を打破し、放送機器を押収し、訴追することができる。また当外国の軍艦、軍用航空機、または政府の公務に使用されている船舶、航空機は疑うに足りる十分な根拠があり、自国に第109条に基づく管轄権がある場合には、対象船舶の帰国に関わらず、臨検することができる。ゆえに海賊局は、 どこの国にも使用されていない周波数を取り締まり回避のために使用する。かつてのヨーロッパでは国営放送しか放送免許が認可されないという国家が多かった。そのため市民の中には不満がたまりアメリカ式の音楽番組やアメリカで流行するロックやポップスなどの曲を聴きたい欲求が高まった。1960年から14年の間、 北海上からオランダに向けて放送を続けたラジオベロニカが最初の海賊放送局である。1960年代には同様の送信形式による海賊局が盛んになり、北海の海上には沿岸諸国に向けて放送を行う船舶が多数投病していた。有名なものに1964年から1967年にかけて 放送を続けたラジオロンドン、1964年から、北海で放送を続けるラジオキャロラインがある。これらに対して政府は取り締まりを行ったが、いたちごっこで効果は上がらなかった。結果、現在でも多数存在する。運営費を稼ぐために広告を受けて、コマーシャルを流す、事実上の民間放送となっているつぼねも多い。また、フランスなどでは、 海賊局を法管理下に置き、国内で送信するための免許も与え、合法化した。これらの壺ぼは、今では定義に当てはまらないが、昔の名残で今でも、海賊放送と呼ばれることがある。イギリスでも、BBC が1967年に、ポップミュージック専門局、BBC ラジオ1を開局する際、ジョン・ピールら海賊放送局の人気 DJ を多数、起用した。 マンセル要塞の一つ、シバリングサンズ。イギリス軍が第二次世界大戦中に本土上空防衛のため北海沿岸に建設した海上要塞軍は戦後放棄され、公海上にあるという条件から海賊放送の格好の拠点として不法占拠された。このうち、 シバリング・サンズはミュージシャンのスクリーミング・ロード・サッチラにより占拠され、1960年代半ばの数年間海賊放送の拠点となった。フォートラフスを占拠したパディ・ロイベーツは、後に同地でシーランド公国の建国を宣言した。アイルランドの事例については、アイルランドの海賊放送を参照。崩壊前のソビエト連邦では、 テレビの海賊放送局が存在していた。ホームビデオがほとんど個人に普及していなかったこともあり、ほとんど映像は現存していないが、旧ソ連時代を知るロシアのインターネットユーザーによって、しばしば話題に上ることがあるという。彼らの回想によると、1970年代から80年代末までの旧ソ連では、国営放送以外の放送局が存在しなかったために、 こうした非合法の海賊放送は国民の間でも潜在需要が高かったという。海賊放送局は独自の放送設備を有しており、その出力はソ連空軍機の空中無線中継システムよりも強力であった。そのため海賊放送局は所在地を知られるリスクを抱えており、また共産党の報告書にも防衛上の重大な問題として、 しばしば取り上げられていたという。電波法令に規定する、電解強度以下であれば微弱無線局として、免許は不要であるが、一部にはこれを超過して送信する、壺根があり、不法無線局として摘発される。事例としては、次のものがある。局名はすべて自称。運営にあたって、対立国政府や組織から支援を受けて行うもの。 放送団体や送信所の所在地を偽装しているものは地下放送と呼ぶ。ある国の政府や軍が敵対する国や地域に対して行う放送は、その地域内の反体制派を装って政治的主張を行う目的のものや暗号通信などの目的のものがあり、政治的混乱や対立のある地域で見られる。また、戦争における戦術の一つとして航空機を使って 放送を行い、敵兵に投稿を促す手法がある。ただし、英語版のページでは同局をオフショアラジオと定義していて、陸上から送信されることもある、パイレートラジオとは区別している。w w w v i e o k、ok、r u g、ok、2 3 6 n a r o d r u 2 0 0 7年4月25日閲覧。ぜ、ぜ、ぜ。 2007年4月25日閲覧。2007年4月25日閲覧。1998年開局のコミュニティ放送局 FM 西東京都は、無関係 AB1980 年代半ばから1990年代半ばにかけて受信したミニ FM 局の記憶はエイバックマシン、不法無線教区の解説者を摘発。 警視庁日野警察署が東京地方検察庁に身柄装置、国立国会図書館、ウェブアーカイビングプロジェクトハット、DJ スー実は、無許可 FM 局解説で逮捕アーカイブ、イズハットジョートの、コールサインは NHK に指定されるものとされ、過去に第一放送に指定されたことはあるが、ジョート FM として、NHKFM に対して指定されたことはない。 日本の放送局所の呼び出し符号を参照。ありがとうございます。